繊細でマニアックなイメージが強かったアジングも、専用タックルの普及とともに誰もが手軽に楽しめる釣りへと進化を遂げている。中でも真夏のアジングは暑さも吹き飛ぶ連続ヒットが楽しめることから入門にも最適。今回は山口県の周防大島を舞台に、この番組ではおなじみとなった萩原徹が夏アジングの魅力を解説する。この番組はご覧の提供でお送りします。釣りのポイントは1に安全、2にマナー、3に仕掛けはポイントで。楽しい釣りならポイント、ポイント。一本の鋼から釣り針を作り出す。半世紀以上も前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い。パーフェクションインフックスオーナー。今回のルアパラ九州 TV は山口県周防大島のアジングをお届けしています。涼しいね。気持ちよかったですね、この辺から結構急に落ちてるね、ここ面白いね。これ根でしょ。本当だね。ちょっとこの周り暑いんじゃないのかな。ちょっとやってみようか。ちょうど今こう急にこうね、ブレークライン岸があってボーンと落ちてるところにね、もう多分見えるかな、すぐ岩の岩礁のね、こう山みたいな根がある入ってるんですよね。でそういうところをこうちょっと見てもらえれば、スズメダイですけど結構ね小魚が溜まってたりして、やっぱり多少なりともこういう潮の変化があるようなところの方がやっぱ魚は溜まりやすい、居つきやすいっていうことは釣りやすいっていうことなので、ここからこの周りをちょっと狙ってみます。で結構見た感じ、瀬戸内の方のこの辺の水だとちょっとね緑がかってる水色してるんで、最初ちょっとグリーン系のカラーからちょっといってみようかな。バーニーのライムサイダー、これ UV 系のライムカラーですね、にクリアブルーのこのホログラムが入ってるこのカラーでいきます。まあ、なんでかっていうと、まあ、最初いろいろこう魚の反応を見つけるためにね、いろんな釣り方をするので、まあ一番プレッシャーを最初にかけやすい、まあ、魚がどうやって反応してくるかっていうのを見つけるために、いろんな探り方、アクションだったりとか棚を変えたりとか、そういうのをコロコロ変えながら釣りをするので、一番水の中で馴染みやすいような色を僕の場合は選択します。でジグヘッドはちょっと久しぶりに来ているのでわからないので、とりあえずね S サイズの 1g、 スナイペットの S サイズの 1g、
これで歯伸びます。午後6時、比較的規模が大きな漁港の沖に面したポイントから釣りスタート。そんなにとりあえずこれこの防波堤とその根の間がねちょうど山と谷の間スリットになってるんです。この壁際から狙っていこう。とりあえずカーブフォールでシェイクしながらこう細かく。ほら釣れた。もう早くも何かが釣れちゃった。あっバレちゃった。メバルだったね。メバルだったけど1投目から素直に。やっぱこうねちょっと変化があるようなところだと魚すぐ素直に食べますよね。でねこう釣れた場合こうワームずれるじゃないですか。こうやって、ね、このままだとワームきれいに動かないんで必ずちょっとだけね指で直してあげてまっすぐになるようにしましょう。今回ねこれ使ってるロットがね今テスト中のねリアクトのね58っていう新しいタイプのロット今ねちょっと作ろうかなと思ってテストをしているところですね。のファーストサンプル、それが出来上がってきたので今回ちょっとこれを使ってます。まあアクションとか硬さ的に言うとイメージ的に言うとね50っていう一番短いですねロット、それの長いタイプっていう感じ。ちょっとパリッとしてるような掛けにいける長いロット、そんな感じで今テストしてます。あ抜けちゃった。海藻めくそどうやら当たりの主はメバルのようだ。いや夏ですね。セミも鳴いていい感じですよ。結構夏場ねこうアジ狙う場合カズ釣りって思ってもらった方がいいかなと思います。こう大きいアジよりも小さい、まあ、20センチいくかいかないかぐらいのアジが結構手軽にね数釣れる時期ではありますので、春にね生まれたねこの小さい豆アジ、本当の豆アジっていうのがこう餌をバクバクバク食べて、だいたい7月の後半ぐらいから8月ぐらいになってくるともう20センチぐらいまでこうね育ってるので、それをねこういっぱい釣る釣りができる、それがね今時期です。こう例えば今日は巻きで釣りたいといえばアジが結構いれば、その巻きのスピードをねこう見極めて覚えることができる。でこうシェイクのアクションとかもどういうのが効くのかなとか、でそういうのを覚えることができるので、まあ、いっぱいいるねこう20センチ前後のアジを狙う釣り、これねこの今時期だけのお楽しみなので、ぜひいい時期ですんでアジングの練習にはもってこいですから、やってもらえるといいですね。ここで同行の前田に待望のヒット。来ました。さっき萩原さんが沖でナブラ出てるの見つけたんで慌ててジグ取りに行ったんですよ。で投げてたら食ってきてくれました。え、どの辺で食ったんですか。30メーターぐらいのところがちょうどキャストしたところだったんですけど、それから10メーターぐらい巻いてきたところで食いました。レンジはもうボトムです。おボトムまで一回落として、それから巻き上げてきたら食った感じ。食いま、うん、食った感じです。あら瀬戸内らしいいいの釣れたじゃん。翔ちゃん綺麗。見てるかな。いいよ。はい、やりました。地代ゲットしました。さっき萩原さんが沖で、ナブラ見つけたんで慌ててジグ取りに行って、でテトラジグの5グラムですね、ピンクゼブラグローつけて一回ボトムまで落として、それからゆっくりリトリーブで巻いてたら食ってくれました。やがてすっかり日が落ちたところで、来た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 、ついに来たんじゃない。どうでしょう。来ましたよ。じゃんじゃじゃん。まだ夏らしい味。萩原ついに本命をゲット。ね、小さめのコンっていうあたりだったけど、
丸だめ。気持ちのいい、まあ、20センチないですね、18センチぐらいかなの可愛らしい味ですけど、とりあえずバーニー丸飲み。ルアー見えてないですけどね、ほら丸飲み、この状態。これね、バーニーですね。まあスタンダードでいろいろサウリを入れることができる万能系のワーム、バーニーのライムサイダー。これで1コロでしたね。ほら完全硬くていいところにかかってる、うん、なのでまあ取りにくいときはこのフォーセップで。ちっちゃめなんでリリース。ぽい。しゃー。さあ、地合いかな。どんどん行きましょう。とりあえずね、今釣れたので同じワーム、同じカラーでそのまんま狙っていきます。日暮れとともにアジの当たりが出て、このまま勢いに乗るかと思えたが、なかなか後が続かない。さあどうする？萩原。さあちょっとね、ここまあ拾い釣りはできるんですよ。ただ再現性がないぐらいちょっと魚がね、今のところちょっと薄いんで、やっぱまあメアジはボコボコ釣りたいじゃないですか。なのでちょっと移動します。よし、移動します。はい、ね、ポイントの方はね、またちょっと移動してきました。でちょっと湾になってて、ちょっと大きい港のような感じですね。でじゃじゃん、本邦初公開ですね。これ新型のワーム、デリーという形の新型のワームになります。これが、ね、今年秋ぐらい販売いたします、ね、にサイズはね 2.5 インチで、こうワイドボディ、一見ワイドボディ見えますよね。だけど実はこう横から見ると薄い感じのワームになってるんですね、まあ、こうすることによってこう曲がった時こう、ね、きれいに口の中吸い込んで曲がってくれる、まあ、もちろんねサイズのいい尺アジとかちょっと大きいアジを狙うにも最適ですけれども、20センチ前後のアジを使うにを狙うにもまあ最適な感じとなってます。でボディのね、ここまで、ここからここからここまでですね、まあ、扁平ボディなんですよね。こういう横広のちょっと縦が薄いような感じなんですけど、このテールの部分ですね、このテールの部分、これはねもうほんと深淵、まあ、円柱状といったらいいのかな、まあ、深淵をどんどんだんだんとこう小さくしていってるような感じの場面になります。なので割とねちょっとワイドボディですけどストレートワームと同じような感じの使い方ができる、このデリーのライムサイダーでいきます。でジグヘッドはスライペットの、ね、M サイズの、ちょっと塩が多分緩いかなと思うので 0.8g にしてあります。これで狙っていきます。見た感じですが、こう競争ライズも本当ないのでちょっとですね、そんなに遠投、まあフルキャストはしますけど、まあ、とりあえずシェイクしながらどの棚で当たるかを見つけていきます。おく、たった食ったいきなり食った。ワーム交換直後にいきなりのヒット、食いましたよ。せーの、よいしょ、ほら、あし、これ新型デリーですね。あ、落ちちゃった、あ、落ちちゃったよ、落ちちゃった。落ちちゃったけど食いましたね。結構今ふわーっと緩い塩に乗せてこうフォールさせてる時、ね、このデリーをふわーっとゆっくりゆっくりこうスライドフォールさせてる時に当たりましたね。いい感じですね。落ちた。気持ちいい、今の一本。今の当たり方すごい気持ちいい、ふわふわふわ、ストンと止めた瞬間食ったから、よいしょ、
ほら、これも20センチないぐらい。ラジだけど、綺麗に吸ってくれてる。こんな感じにね、2.5 インチサイズでも綺麗に吸ってくれるわけですよ。まあ、それだけ吸い込みやすいようなワームのね、形状にしてありますんで、ね、嬉しい一匹。新作ワームの投入でアジの当たりを連発させた萩原。後半戦、さらなるヒットシーンにご期待ください。グッドニュース、フラッシュシール、しっかり塗ってピタッと止まる。だからここもここも何にでも塗れちゃう。プロも納得、フラッシュシール、ファストフラッシュも耐性。今回のルアパラ九州 TV は山口県周防大島のアジングをお届けしています。新作ワームでようやくアジの連続ヒットに持ち込んだ萩原。続けて狙っていると、おお、当たる当たる当たる。やっぱり下の方だね。ね、こうこうね、うねうねからのステイですね。おお、食った。よいしょ。ね、結構ちょっとアピール強めに入れてからのステイですね。それに全部反応してくる感じ。ほら、これもこんないい刺し加え方、ね、ワーム 2.5 インチサイズでワイドボディですけど、こんな感じに綺麗に吸い込んでくれちゃうわけですよ。気持ちのいい一匹やりましたね。急に当たらなくなっちゃったなっていう場合ありますよね。それ要因的に言うと、1個は群れがいなくなった、ね、でもう一つは棚が変わった。棚が変わったっていうことはどういうことかっていうと、結構ですね、こう潮の向きとか流れによって急に、よいしょ、かさごいしたもの急にね、水温が変わっちゃって魚のポジション変わっちゃうんですよね。まあ、結構早い潮になってくると浮き始めたりで、潮が遅くなってくると潮がとろくなるので下の方に、ね、沈んじゃうとか、そういうこともあります、ね、今ちょっとボトム攻めすぎちゃったんで、かさばっちゃう。解説ありがとう。ライズし始めたね。ってことは群れが浮き始めたことですよね。さあ、この巻いちゃえばいい、飼育して。なのでアジのポジションとか食べ方に合わせたアクションコロコロ変えてもいいですよ。もう自分のイメージ通り、例えばこうバシャ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 ライズしてて、その中で逃げてる魚っぽくこうただ巻きにしたらどうだろうなとか、逆にこう反応がないんでちょっと下の方でこうもぞもぞ動いてる、こう例えばゴカイとかエビが流されてるようにアクションさせたらどうだろうな。それ常にこう考えながら
釣りをしてください、アジング。そっちの方がね絶対的にこう上手くなるし、その時釣れた時のアクション再現するとまた2匹目3匹目4匹目っていう感じに連発で釣れることがあります。このパターンをはめていく、これですからアジング。そうすればどんどんいろんな釣り方を覚えて釣りも上手くなっちゃうと。そしていっぱいアジが食べれて、アジフライ、南蛮漬け、干物、ね、ムニエルとか、ね、こう例えばですけど、アジ食べて美味しいですからね。ちゃんとも美味しく食べるなら釣ってすぐ締めてあげた方がいいですね。こう締めたい時、氷に持ち帰りたいような時は、まあ、ジップロックみたいな中に締めた後きれいに入れて普通に氷でキンキンに冷やしていくか、もしくは海水が入ってる氷、水氷にしてあげる方がいいです。それ水道水とかで入れちゃうと身がねブヨブヨになって変な水になって、まあ水で味がなくなっちゃうんで染み出して、そうすると美味しくないので、ちゃんと海水が入ってる氷にして持ち帰ることをお勧めします。元気だねいいですね、夏アジング。よいしょ、これぐらいのサイズだけど、あーこれ取れちゃうかな、取れちゃうかな、取れちゃうかな、ね、これでもほらすごいバレにくいところ触ってるもん、ほらでも、あー取れちゃったね、ほんとにハギハラ連続ヒット。いい感じですね。よいしょ、ほら。アベレージ。100点フッキングですよ、100点。ほら、バレないでしょ、ね、これぐらいのサイズの、かわいいね、アベレージサイズのアジでも、しっかりフッキングしてくれます。それだけ吸い込みやすく作っちゃったんですもしかしたらもうサイズのいいやつが結構沖の真っ暗の方とかにいるかもしれないけど、当たりは少なくなっちゃうんですよね、やっぱり。こうスワンサイズ、大きいサイズのアジとかっていうと、ね、やっぱね普通のやつもちょっと警戒心が強いは強いので、なるべくこう明かり側にこう出てきたくないような感じなんですよね。元気ですね。よいしょ、ね、これ今回の大体のアベレージサイズ。食い方がほんとちっちゃいですよ、もうこれ全長でもうマックス20センチ、社長だともう20センチないぐらいな感じの味ですけど、これだけ綺麗に深く吸ってくれる、ね、こうやって夏のね数釣りができるアジング、ぜひ皆さんも楽しんでもらえたらありがたいです、ね、いろんな釣り方ね覚えるいい機会です ね小さいアジですが、その分いろんな楽しみ方ができますので、ぜひやってみてください。まだまだ釣れそうなんで、もうちょっとやってみます。やめよう、ゴミのポイ捨て。マナーも腕の内。おはようございます。釣り具のポイントの後藤です。今回はですね、もうこちらにずらっと並べておりますけども、もう早くですね紹介したかった、商品なんですけども、リアルメソッドから待望のスピニングリール、ノーブというシリーズがですね、発売になりました。でこれですね、私今年の初めにですね、大分の、アジングでちょっと使わせていただいたんですけども、もう素晴らしいの一言につきます。もう今年放送されたんですけども、
アジはですねちょっとその時残念ながら釣れなかったんですけども、あのアラカブがですね、まあ、すごく爆釣した回で、その時ですね、まあ、こちらの旋盤を使ったんですけども、その時ですね、エステルラインの 0.35、まあ、非常に細い、糸で、なおかつロッドもアジング GR2 の、まあ、510、まあ、一番柔らかい、ロッドと、あとは、まあ、極細ラインでやったんですけども、本当にですねこのドラグ性能がですね非常に素晴らしくてですね、この音いい音でしょ、もうすごくいい音がまた鳴ってですね、釣り人も非常に釣り心地がいいリールだったんですけども、一度も切れることなくて、ね、もうあのライントラブルもなく、なおかつラインブレイクもなくですね、両肩のアルカブをですね、あの普通はちょっとネットいるかなって思ったんですけども、まあ、0.35 でもひょっと抜けるような、まあ、ドラグと、あとはまあ巻き心地もですね、あのすごく良くて、で巻き感も非常に軽いリールで、まあ、あの大きなアラカブでもですね、もう難なくあの巻き上げることができたリールです。でこちらですね、全部で1000番、2000番、2500番、3000番、3500番とこのラインナップされてます。まあ、その時はですね、3500番ちょっと使わせてもらって、ちょっとショアジギングをやったんですけども、こちらもまたもうよく飛ぶ、まあ、このリールがですね、まあ、巻き心地もまあすごく良くて、なおかつ糸巻きもですね、非常に綺麗に巻けますので、飛距離がやっぱすごく出るリールでもあります。ですので、もうこれですね、もうあのデザインもですね、もうまたこれかっこいいんですよ、このブラックがですね。ですので、今あのポイント全店でですね、もうあのきらびやかに飾られてると思いますので、まあ、ぜひですね、一度ちょっと手に取っていただいて、このあの巻き感、フィーリングをですね、ちょっと体感していただいて、ちょっと手に取ってみていただきたいなと。まあ、手に取っていただければですね、もう良さはもう抜群に分かると思いますので、非常におすすめな商品ですので、ぜひいかがでしょうか。現在発売中のルアーパラダイス九州ナンバー43聖火号は、九州の最新トラウト情報が満載の特集をはじめ、釣りとキャンプを楽しむための情報など内容は盛りだくさん。ぜひ書店や釣り具店でお買い求めください。本日もご覧いただきありがとうございました。まだまだ暑い日が続きますので、もう本当にですね、熱中症対策、あとは日差し対策は万全にされて釣りを楽しんでいきましょう。ということで最後はこちらで締めたいと思います。1年安全ミニマナ3日掛けはポイントでということで、来週もお楽しみに。次回のルアパラ九州 TV は、鹿児島市谷山のライトショアジギングをご紹介します。この番組はご覧の提供でお送りしました。